の運勢を占ってあげるわ。あら、いいことあるかもね。何も持ってなかった自分が夢中になれるもの、それが DJ だと思ってるんだ。お寿司は好きだけど、わさびが苦手だから人と行くのはちょっと恥ずかしいのよね。私、こう見えても弟がいるお姉ちゃんなんだぜ。まあ兄貴と姉貴もいるんだけど、